ろしくお願いします。早く終わってください。皆さんこんばんは、アローズスクリーンのシーサです。こんばんは、トミーです。いやー、やってきましたね、はい、トミーさん。今回もですね、兵庫県加古川市の貴重な加古川店さんの閉店後やってきてます。時計がありますけど今11時43分ということで、うん、もう閉店作業もだいぶ落ち着いてきたものですかね、はい、そうですね。というわけで今回もですね、閉店後のホールの中で私シーサとトミーさんでスロットでのバトルを行うんですけれども、はい、今回のバトル内容がですね、はい、北斗の拳天正の設定6バトルとなってます。よいしょ。いやー、もうね、こちら貴重な加古川店さんにも30台以上の設置がされてある、もう大人気機種ですけれども、まあ、意外とこう設定示唆も出やすい機種として、そうですね、今ねいろんな方打たれてます、はい、まあえて設定6バトルとしたのは、まあ、ただこうサマイ勝負だけではあれなんで、いろいろ演出とかも見ながら、せっかくならこう設定6ってこんな試算演出が出るんだよっていうのもお見せできたらなと思って、今日は並び打ちで、はい、設定6バトルよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてですね、はい、今日森店長いらっしゃいます？どっか。います、います。潜んでおります。森店長、設定6を今日ちょっと打たせていただきたいので、設定キーを出していただきたいんですけど、あ、お、これが噂の設定キー。ちょっとお借りしていいですか、はい、見てください。これが設定キーです。まあ見てもね、どれが何の鍵かっていうのは普通の人は分かりません。そうですね。しかも全部似てるんですよ、ほら。ちょっと、はい、こんな感じで。似てるでしょ、鍵の形ってね。で、一般の人が見ても分からないし、なかなかこう設定を入れてる人も、あれ、北斗の設定キーどれだったかなってなる方もいらっしゃいます。ただ、トミーさん確か、はい、店長経験はありますよね。あります、あります、はい、もちろんあの設定の方も打ち替えとか、あ、バリバリやってましたね。バリバリやってましたね、はい、いやね、トミーさんトミーさんって言ってますけど、本当にホールの仕事やってたのって気になってる方いると思うんですよ。はいはいはい。本当にホールの中でお仕事されていたのなら、はい、どの鍵がどの設定キーか分かりますよね。ましてや北斗の拳天正の設定キーがどれかなんてね、余裕でしょうよ。余裕ですよね。じゃあちょっとそのあたりの検証も兼ねて遊戯台の方に移動してみたいと思います。わかりました。さあ、というわけでトミーさん、はい、本当にホールで働いてたかどうかは、はいはいはい、もう設定キーの使い方見ればわかりますので、もう任せてください、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。一発勝負ですよ。一発勝負ですね。じゃあ、はい、北斗の拳天正の設定キー、この中で1個しかありません。この中に1個しかないのを、まあ、設定入れてる方だったら分かるんでですね、本当に分かるかどうかちょっと検証してみたいと思います。分かります。じゃあ1個握ってください。これです、これです。お、さあ、それではトミーさんが選んだ設定キーが果たして北斗天正の設定キーで間違いないのかどうかの検証と、今日は設定6の実践ですので、じゃあこちらの2台を、はい、設定6に打ち替えてもらいたいと思います。わかりました。設定打ち替えますので1回電源を落とします。はい、この状態で、じゃあその設定キーが合ってるかどうか試していただきましょう、はい、そこですね。もう場所分かってる時点で大丈夫かなと思いますけど。確かに普通の人分かんないですもんね、どこに鍵があるかとか。ああ、大丈夫、入りますね。あ、回りますね。回りますんで、はい、設定ボタン分かりますか。大丈夫です。ね、偉そうに僕が言うのもここですね。ちょっと分かりにくいですけど、ここになります、はい、あ、さすがですね、はい、もう設定キーの場所と設定ボタンの場所が分かってて、もう鍵まで当ててますから、間違いなくちゃんとホールでお仕事されてましたね、トミーさんね。はい、というわけで、じゃあ6ちょっと見ていただきましょうか。こちらに回るとあの6の表示がされますんで、で6にしまして、はいはい、決めたいときはレバーを叩く、はい、これでもう6になりましたね。ここでもう打ち替わりました。変更中です。設定完了です。意外とね、設定変更は簡単にできるんですよね。じゃあこちらもちょっと設定の方を変えていきます。扉が開いた。さあ、というわけでトミーさん、はい、今から北斗の拳天正の設定6ですけれども、はい、で何枚使ったかっていうのがカウントできないの で、 そうです、ね、バトルの結果は AT の後に表示されるこの獲得枚数の合計で、うん、はい、勝負したいと思います。わかりました、はい、よろしくお願いいたしま します。さあ、それでは打っていきましょう、はい。まあ、せっかく設定6を打たせてもらっているので、まあ、どのあたりがこう
他の設定と違うのかっていうのも見れていけたらいいなと思いますね。ただあんまり詳しい情報は開示されてないんですよね。終了画面とかってトロフィーとかで設定差が出るとはなってますけど、実際ね通常ゲームこう回してて設定差のあるところって正直わかんないじゃないですか。子役確率も全設定共通だし、モード移行率も実際のところがわからないし、ただイメージとしては6は当たりやすく AT レベルはほとんど1っていうところで、当たりやすく伸びにくいっていうのはまあ6の特徴と言っていいんじゃないでしょうかね。でもやっぱり豪雨って思ったのが、まあ、これで豪雨って思ったのがやっぱり、はい、5ありやなって思いましたね。結構やっぱ粘ってしまうようなイメージ。あー、まあ一撃性もあるし、そうっす、トレー分かってても出ないパターン、出ないまま終了するってパターンもあるんで、はい、それは我々たちももちろんそこはまあありがたい部分でもあるんで、あーなるほど、そういう駆け引きがもっと奇数設定、まあ、特に5では、はい、できたりするんかなとは思ったりもして、あ、はい、お店側の立場としてですね、そうですね、はい、もちろんそのユーザーがすれば6がいいに決まってるんですけど、はい、我々としてはギリギリの勝負をするという上では北斗は意外と5が面白いんかなとも思ったりはします。あ、確かに下手したら赤字になるし、そうですそうです、まあ、出玉こちらしっかり取 れ、まあ、取れちゃう、黒で終わってしまうっていう可能性もあるんですけど、そこ面白いですよね。そうす、でしっかりこう設定は高いんで、はい、5以上の演出なんか絡めばですね絶対追っかけてくれるかなと思いますし、そうですよね、稼働もつくし、それは1回打って多分間違いなくこれ5やろなという機会だったけど、はい、やっぱ打っちゃうんですよね、あれ、フリーズしました、閉店後あるある今のところなんか6感ないですね、全くないですね、はい、僕の台に至っては勝負玉もゼロです。あの2個あったんですけど電源が切れたんで内部的には一応2個です。なるほど、切れちゃってから、僕もそうだ、内部的には1個ある、ですよね、そうそう、ちょっと閉店後ということで島電源が一旦落ちたので勝負玉がゼロになってるんですけど、電源のオンオフだとオンオフをすると勝負玉ゼロになります。ただ内部的には貯めた勝負玉残ってますので、激闘ボーナス当選時は勝負玉の数だけレベルを上げることができます。ただ見た目上こういう風にゼロになってても据え置きで内部的に勝負玉があるっていうことはありますんでね、これちょっとねいい検証になりましたね。そうですね、電源切れるとゼロになる。だからやむを得ず営業中に電源が落ちてしまうこともまれにあるんですよ。例えばこう悪天候の中で瞬電してしまったりとか、機械のトラブルでどうしても1回電源を切らなきゃいけないとき、そういうときに勝負玉が6つあったのにゼロになったって思われる方がもしかしたらいらっしゃるかもしれませんけど、安心してください、ちゃんと中には残ってますんで、はい、鳥山明先生がこけました。これは熱い。鳥山明先生、はい、鳥山明さん、あ、鳥山明さんなんですか。はい、そうです、私の中でですけど、ちょっと鳥山明さんのね絵によく出てくるあれですよね自分を表現する時のキャラクターが、あー、なんか昔コミックとかの裏表紙とかに出てましたね。そうあの背表紙って言うんですか、ああいうのがちょっとよく覚えてましたね。私は鳥山明と呼んでます、これを。なるほど、はい、さあ200ゲーム台ですね、はい、まあ、やっぱり設定6は割と早めに激闘ボーナスにたどり着くっていう印象は強いので、はい、200、400あたりもうライブ的にはボーナス決まってる端末マゾンじゃないかって期待しますよね。そうですね、おお、じゃあこれ3個目ですね、本当はね3個目、しかも強チェリーからの発展、熱い、うん、いけ、もう一回いけ、ああ。ダメですね、ダメですね、まあ、強チェリーは必ずバトルに行くんですけど、おお、おお、ありがとうございます。よう今ので、そうですね、ハンに勝ちましたね、まあ、強チェリーは必ずバトルに行くんですけど、はい、勝利が確定するわけじゃないんですよ ね、 ですね、はい、バトル中であれば書き換え抽選ありますけど、さあ早い当たりでした。ぜひ新天章ラッシュまで突入させて確定画面出してほしいですね。
いいよ。バトルレベルは高いけど子役レベルはいくつですか？2です。うわー、なかなか、まあ、そのあたりの影響がちゃんと出てくるかどうかも楽しみですね。弱い。さあ、いけ。はい、まあ、ポンポン何発まとんでいくところじゃないですけど、やっぱりこの辺りは6っていうところですかね。お互い200ゲーム台でまずは単発まとんです。いけるんちゃいますこれ、まあ、ファーストバトルはね、はい、バトルレベル6でしょ。さあ追いつくぞ。サウザー、おいけんちゃう。バトルレベルは3。あーやばいかな。おっしゃい、おー強いな。よしよしよし。レアク、あ、レアク引いたんですか、はい、すごい。チームハンター、いやー厳しいです。あ、死んだ。ちょっと厳しいかな、はい、チャンスアップナイト。おー、ここで強制に引いた。これは当たりです。はい、さあこちらも激闘ボーナスです。あれあれ、あ、出ましたね、ブロンズ。早速出ましたね、はい、まあでも200ゲーム台で断末魔ゾーン行って、で、まあ、あっさり激闘ボーナスまで行って、そしてトロフィーも出る、まあ、やっぱり設定したが出やすい機種っていうだけあるなと思いますね、うん、そうですね、この時点でもですね。確かに、まあ、6って分かって打ってますけど、はい、やっぱり6だからこその動きっていうのは若干見えた感じしますよね。早いっす、はい、そしてこちらも200ゲーム台激闘ボーナス、2台打って2台とも200ゲーム台でまず激闘ボーナスです。はい、まあ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 、うわあ、あー残念。おお、行きました。2回目です。で、これ僕はパチンコ屋さんに行くときの格好ってある程度決まってるんですよ。もう地元のパチンコ屋さんに行くときはこの格好。はい、ああ、なるほどね。買い物とか食事とか行くときはまた全然。おお。これはいけるでしょう。ありがとうございます。いやー、まあ、強手に引けば新天章ラッシュ確定ってわけじゃないですけど、そうですね、ただここは確定させましたね、はい、セカンドバトルで。あ、まあ大事なのはここからですよ。やったー、ほぼほぼ AT レベルは1なんで、でもあの6でももちろん焦点できないわけじゃないんで、6でね、2000枚とか出したらかっこいいですよね。そしたら夢がね、ちょっと出ますよね、はい、シーズンさん、この北斗で、はい、一番獲得枚数少なかったのは何枚ですか？一番少なかった時は400枚ちょっとですね。2セット1セットで終わったことはないです。あ、はい、でも実際あるんはあるんですよね、これ1セットで終わるってことは見たことないです僕は。そこもちょっと僕の中で謎だったんですけど、はい、どうやっても2セット目には行くんですよ。あ、だから、ね、まあ、ラウンドはもちろん保証あるじゃないですか、2ラウンド保証が最初は。セット数も実は保証あるのかななんて思ってます。あ、まあ謎が多い台ですよね。お、
ブーって言ってます。いいですね。あ、1000ポイント溜まってた。ちょっと見落としてました。世紀末ゾーンはお互い初めてですね。ただ世紀末ゾーン意外と難しくないですか。なかなかここを突破するの大変ですよね。世紀末ゾーンですけど当たってくるかな。いるよー、いた。意外と世紀末ゾーン当てるの難しい中でここはレア役も引けてないバトルだったんですけれども、行っちゃいましたね。参りましょう。あブー言うてます。繋いでますね。勝負玉4つ。子役レベル、子役レベルが上がらんかった。さあ海王、ここはいった、まあ、バトルレベルが7ありますので問題は次からよ。さあここはバトルレベルが7ありましたので、まあ、確定対決でしたが、ここからはレベル1とレベル1厳しいよ。なんとかバトルレベルを上げてます。さあセカンドバトル、うわー終わったかな。もう見た目が怖いですよね。あれダメだ。ちょっとシャチですよね。設定2否定で、否定ですか。はい、シャチ。まあでも意外とシャチも出ないですから、さっきブロンズが出て2否定だから、そうです、3以上ってことになりますね。今もうこれだけで、はい、ね、面白いですよね、はい、こういうのでちょっとずつこう設定期待値が上がっていくっていう。早いっすね。まだ1時間も経ってないですけど、バンバン出ますよ。北斗は本当に設定してやすいです。ほらもう絶望の班だったんですけど、子役レベルも1で結構このタイトルの赤、金はもう濃厚ですけど赤でも熱い。あるいは思わせぶりで負けてしまうのか。いやこれは勝つ。あれあれあれ、はい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 、いややっぱ6は勝ちやすいんじゃないかなって思っちゃいますよね。こういうので勝っちゃうとやはりこの辺りはね、もう6でこそって言っていいんじゃないでしょうかね。またハン、これであっさり勝つようならね、レア役も引かずに勝ちました。おー、だから、まあ、これまで何度も打ってるわけじゃないんですけど、こういうことが起こりうるんですよね。やっぱり設定がもう6の時っていうのは、あとはトミさん以上に出せるかどうか。そうですね、私今1回目800枚でしたから、あ、余裕で超えましょう。ほら、これ1ゲーム目ハズレベルって出てますけど、突入時にもう金タイトル出てますからね。だからこの辺がうーんって思うんですよ。バトル開始の背景というか文字が金だったんで、バトルレベルのこの 10% を取ってるって思うじゃないですか。ここなんですよね。ここに違和感をちょっと感じます。さあ行きます。楽しみだな。いきなり2400枚出してやろうか。さっきもちょっとお話ししたんですけど、これまでは、これはやばい、1セットで終わるかもという感じでも1セットで終わったことは一度もないので、確かに、まあ、おそらく1セット目で終わるっていうことは何台なのかなって僕は個人的に思ってます。絶対2セット目までは行ってるんですよ。この辺も詳しい情報出てないと思うんで、ちょっとね気になるところ。さあ行きましょう。1セット目の転生ゾーンです。あ、ここで来た紫ナビ。ふい、1セッ
セット目の転生ゾーンです。おー嬉しい、ここはハテナで V ストック。さあこれで2ラウンド獲得になります。3セット目、3ラウンド目、よし、これは結構伸びるかもよ。3セット目の転生ゾーン、お願い。あー、ピンチ。あ、海洋だ。ハテナ白なんで弱いからと思いきや、ハテナって何が出てくるかわからないんで、意外とねこういうパターンあるんですよね。おい、ダーツ。はい、だ白より断然ハテナがいいですね。さあなんとかこれで4セット目につなぎました。ラウンドは1つ、4セット目の転生ゾーンです。あと2ゲーム、ラスト。お、これいつも思うんですけど、はい、どうでもいいんですけど、はい、久本様って言ってますよね。これどうでもいいんですけど、久本様って聞こえますよね。僕も思ってました。サモトさん、サモトなんですけど、久本様に聞こえて仕方がない。まあどうでもいいんですけどね。同じとこ気になってましたね。多分いらっしゃると思いますよ。あ、そうですか。わかるっていう方、よかったっす。さあラスト。ああ、よかった、つなぎました。なんやかんや続きますね、やっぱ。そうですね、ただラウンドストックできてないので枚数があんまり増やせてない。まだ574枚。おお、助かった。そして最後海王、ダメだ。6セットか、トミーさんより100枚くらい少ない。そうですね、727枚で終わりかどうか。流れ星、ナビないですよ。レア役なら復活です。お、リプレイ否定したら復活です。んリプレイかい。はい、ここでブロンズ、ブロンズです。まあ2以上の資産、そしてここは半か、奇数設定したですけど、半と票はあのどの設定でも出ますんで、ね、ここはあんまりこう当てにならないというかですね、まあ一応奇数設定したと、まあ、しょぼい設定した出ました。終了。いい勝負じゃないかな。いい勝負ですね、100枚ぐらいだったら。ってことは次の新天章ラッシュどっちが出せるかにかかってますね。さあというわけでトミーさん、はい、今のところ新天章ラッシュお互い1回ずつ、はい、で、獲得枚数は100枚ぐらいトミーさんの方が多いというところでリードですね。そうですね、はい、ただ残りあと1時間ぐらいありますので、はい、多分あと1回ずつぐらいは新天章ラッシュ引けると思います。引けますね、はい、次の新天章ラッシュでどちらか多く出せるかがもう勝負の鍵ですね。そうですね。で、あのオープニングでお話ししました通り罰ゲーム、うん、今回はどうしても僕がトミーさんにやってほしい罰ゲーム用意してますので、はい、気合を入れて後半戦もよろしくお願いします。お願いします。ほら、これはやっぱり6だからっていうのありますよね。勝つでしょう。よかった、よいしょ。